どうもこんにちは、速稼塾の久保です。そしてですね、こちらにいらっしゃいますのが私の生き別れの双子の兄なのか弟なのか分かりませんけども、まあなんかよく顔が似てるでしょ。ミスタードバイというやつですね。ヘイミスタードバイね、返事がありませんね。この度ね、何のことか分からないけども、なんか怪しそうでもあるし儲かりそうでもあるなというね、まあよくインターネット開くと転がってるような案件かもしれません。私もよくわかりません。よくわからないんで、なんだろうというふうにね、疑問を持った方がいると思います。当然です。はい。でも私はね、実はこんなこと言っていても、俺これ結構いいんじゃないかなと思ってますね。でもまだね、私今日知ったばかりなんで、これから深掘りしていかなきゃなりませんけども、とりあえず無料で登録できるみたいなんで、まあ無料のものはね、何でも参加しとこうかなって感じで、参加させてもらっております。それから吟味して離脱しても遅くないですからね。まあとにかくこの不安定な時代に何かに挑戦しなければどんどんね選択肢は縮まっていくんですよ。で、まあ私はねこの情報を友人のノクさんから教えてもらったんですけども、でもねノクさんから教えてもらったんだけども、私は私でやっぱりね考えていかなくちゃいけないなと思ってます。まあただやっぱりね、なんて言いますかね、ノリの良さが大事ですよ、金持ちになるためには。でも一生懸命考えても、金持ちになったことがない頭で考えても金持ちになりませんからね。ちょっと怪我するかもしれないけども、あれこれ自分の許容範囲で挑戦することによってなんとなく当たりがついていくものかなと思っております。一応ね、私今こういう風なね、そこそこ自由な暮らしをしていますけども、それでもねこうやって挑戦は続けているんですよ。なぜか、それはですね、怪しい案件に参加して、そしてねそれをこうやってお知らせする皆さんから取り戻そうなんて、そんなケチな根性じゃありません。まず私が試してみて、あ、これ結構いけるかもな。でも、やっぱりね、自己判断だよねって当たり前のことをお話ししながら、それでもね、何らかのリスクはあるけれども、でも、座して死を待ってもしょうがない、ちょっと挑戦しようかっていう方と一緒に、この道を歩んでいきたいかなと思っているところでございます。まあ、ここまでね、何言ってるのかわかんないような状況だと思いますけども、これ多分ね、NFT とか暗号通貨とか、あの件の話ですよ。で、まず無料で登録できるんで、無料でおそらくコミッションも入れるんですよ。でも無料でね、参加して何もせずにポーッとしといてお金が振り込まれたことはないですよ。無料で参加するんだけども、何かしかのこう対価を得るためのね、労働だとか作業だとかっていうのは必要だと思います。で、それをこれから私ね、ちょっと掘っていこうかなと思うんですよ。どんなことをやったら何が起きるのかなってことを少しずつ試しながらね、こうやって手探りをしながら、自分の、やっぱこう、責任を取れる範囲でね、行動しながら。それから、資金を使うときでも、一気にね、はい、100万、1000万っていくようなことせずに、ちょっと500円 ?300 円 ?1000 円 ?2000 円みたいな感じで、ちょろちょろとね、小出しにしながら。まあ、最低参加金額っていうのはもしあるとしたらね、その、まず最低参加金額から、少しずついきながら、で、利益を確保して、あとは、こう、どんどんね、膨らんだ資金を、なくなっても元々の金でどんどんね、深追いしていくみたいな感じかなと思います。やっぱりね、何かあっても傷は浅く済ませるというのが前提じゃないとね、やってられないですからね。ということで、まだね、この案件の内容がよくわからないよっていう方ばかりだと思いますけども、その状態でこの QR コードから参加するとしたら、かなりのお人よしでございます。でもお人よしが最後はね、報われるんじゃないかなと思いますね。私もね、まだね、情報が話半分の間にこうやって参加してますからね。で、これから深掘りしていきながら、あ、これはちょっとまずいなと思ったら、お金を使うことなく離脱っていうのもありますし、あ、これはちょっとリスクを少しずつ被ってもいいかなと思ったら、例えばね、1万2万っていう小立ちにしながら様子を見るって形でいいと思います。何でもね、こう手探りですよ。ということでね、行けるところまで行ってみようかなというところでございます。たまにこの話出すと思いますので、よろしかったら今回の、案件名は銭形平次で行こうかと思います。それではよろしくお願いします。QR コードからなんかわかんないけど登録しとこうかなって方、今のうちはお金がかかりませんので、私もお金使わずに登録してますんでね。よろしかったら QR コードとりあえず参加しといてください。なるべく早くスタートした方が得ですからね、これはね。はい。では、この銭形平次の案件、私からの初めての放送でございました。では、いってらっしゃい。